に工科大学とコラボレーションの方をやっております。あとは車のデータをクラウドに上げるということでマイクロソフトさんとか、画像処理早い FPGA で NVIDIA さんとコラボレーションです。はい、こちらの ZMP では、自動運転の研究開発にご活用いただける、デジタル屋の方をですね、ご紹介しております。こちらの画面は、レーザーのセンサーで周囲のですね、障害物、を、検出しております。こちら前と、横ですね、前後と左右の方にセンサーがついておりまして、少しもじょもじょと映っているものが皆様の足のあたりになります。でただこれだけだとですね、わからないのでこれらを、グルーピングしてですね、ある程度の大きさのものを人間だというふうに認識して、その位置を出して、でコンピューターの方にこう上げて、それで避ける必要があれば避ける、止まる必要があれば止まるといったようなですね、ことを、行います。はい、こちらの ZMP のブースでは、自動運転の、プリウスを改良した、自動運転の、車の方をご紹介しております。こちらのプリウスは、コンピューターで制御できるようになっております。ハンドルを30度回せという指示をコンピューターで与えたら、そのように動くようになっております。はい、こちらではですね、自動運転のプラットフォーム、それからですね、それにつけておりますレーザーセンサーの製品のデモンストレーション、それから、カメラでの放射検出のデモンストレーションの方法で、でもコントロール機関は繰り返しで壊れてしまうので、こちらだから、まあ、電気にしておいて、実験室内でボロボロとこう前後左右の4つセンサーをつけておりまして、人間に分かりやすいように色を分けて、左の方のセンサーは青、右側は赤、後ろは黄色、縦側は緑になっています。ちょっと遠目で見ていただくと、まっすぐ線見えると思います。それがこちらの壁になっていて、壁に対して車はちょっと斜めに動いて、こちらがですね、ちょっと右側のドライバーの壁がここにギューッと。小型ので、ここ今皆さんソーラー車両を使ったのがここにいます。で、ここにいますちょっとやりたいな、ね、私がこの足、私の足がここに、で、このセンサーでここに検出します。だんだん前に行くと今度は青いセンサーの領域に止まってきて青く、はい、で、このようにですね、レーザーの反応で、レーザーセンサーでレーザーセンサーで、今ですね、検出を行って、である程度の、塊、50センチぐらいのですね、塊があったときには、それを例えば人間的に取られて、で、ID を例えば1番、2番、3番、4番というふうに振ってきて、1番はここから30度の距離、2番は70度の距離、で、何メーターというふうにですね。